九州大学の水永です。今日は新町石母群で実施した地中レーダー探査の結果についてご報告します。国史跡新町史跡母群は糸島半島の中央部にそびえる、別名糸島富士で名高い茅山の 西側引津湾に面した海岸砂丘に位置しています。この史跡母群は、昭和の終わり頃から調査が開始され、昭和61年の第一次調査では57期にも及ぶ弥生時代、早期前期の史跡母を主体とする墓域が明らかとなりました。これらの成果に加えて当時全国でも類を見ない弥生時代開始期の埋葬人骨が出土したことから新町史跡母群は大きな注目を集めました。この出土した人骨には、低眼、低身長といった縄文人的特徴が認められました。さらに、麻生石族が左大腿骨に刺さった状態で埋葬された男性人骨も発見されました。この人骨は、戦闘による犠牲者を埋葬したものと考えられ、すでに弥生時代の初期から戦闘があったことを示しています。まず史跡母について簡単に説明します。史跡母は、およそ2から4個の石を支柱にして、その上に平たい大きな石を乗せてテーブルのようにした特殊な埋葬施設です。これらの大きな石の下に死者を葬ります。史跡母の英訳となるドルメンとは、もともとキルト語で、石卓、石の卓、石のテーブルの意味を表しています。史跡母は新石器、青銅器の巨石文化の名残で、西ヨーロッパから北アフリカ、アジアまで広く分布しています。日本へは朝鮮半島経由で伝わったと考えられています。この調査目的ですが、広い敷地面積を持つ新町史跡母群の概要を発掘することなく調べることが目的です。新町史跡母群のように遺跡の面積が広大であることや、遺跡保存の観点、時間的制約、費用の面などから発掘調査のみで遺跡の全容を明らかにすることは困難ですので、掘らずに調査できる物理探査による遺跡探査の導入は、喫緊の課題となっています。地中レーダーは電磁波の反射応答から地下の埋設物の探査が可能な物理探査法です。地中レーダーは探査深度が浅いものの分解能が高いため、近年遺跡探査の分野で広く利用されています。地中レーダー探査を用いて事前に遺跡の状況を把握し、今後の調査地点を絞り込むことは、効率的に発掘調査を実施するために必要です。特に古墳の埋葬施設のような地下構造物に対して非常に有効な手法であり、重要な副葬品の確認などに、成果が期待できます。新町史跡母群の探査結果の説明の前に、地中レーダー探査について簡単に説明します。地中レーダーは電磁波を利用した地下の探査法です。簡単に言うと、原理は山彦で、地中レーダーでは、山彦の音波の代わりに電磁波を利用します。電磁波は送信アンテナから地中に向けて発信され、地下構造物等の周囲と誘電率が異なる境界面で反射し、受信アンテナで受信されます。地中レーダーは電磁波が地中に送信されてから受信されるまでに要する時間を計測することで、地盤構造や空洞、埋設物の位置や、構造を推定する探査法です。図に、新町遺跡の全体図を示します。
この全体図から分かるように新町遺跡での発掘調査は主に西側を中心に行われています。これらの発掘調査で発掘された遺構の一部は復元され、敷地内に建設された新町遺跡展示館で公開されています。展示の一部は写真で示します。ご興味のある方は無料で公開されていますので、ぜひ展示をご覧ください。平成23年度には新町遺跡の発掘調査がほとんど行われていない東側を中心に地中レーダーを用いた遺跡探査を実施しました。平成23年度の遺跡探査は平成24年2月29日に実施されました。図に遺跡探査の調査場所を示します。遺跡探査を実施した区域は図の青色で囲んだ区域エリア A と言いますが、と赤色で囲んだ区域 B、エリア B です。今回の調査は前回の遺跡探査で実施されなかった領域を中心とした遺跡探査を実施しました。図に今回の地中レーダー探査の調査領域を示します。今回の調査領域は広大なため、地域をエリア1からエリア6の6つに分割して探査を実施しました。エリア1からエリア4までの調査は令和3年2月5日に実施し、エリア5とエリア6については令和3年2月24日に実施しました。なお、エリア2とエリア6については調査領域が一部重複しています。さらにエリア4については平成23年度の前の前回の調査のエリア A と一部が重複しています。動画撮影の時間もあり、すべての区域を詳細に説明することはできません。今回の報告では特に興味深い結果が出たエリア2に関連する部分に絞って報告します。図にエリア2の調査区域と地中レーダーの側線配置を示します。エリア2は現在この動画を撮影している新町遺跡展示館の南東に位置しています。なお、地中レーダーの側線間隔は 0.5 メーターとしています。最初にこのエリア2で特徴的な4つの反射断面図を示します。地中レーダー探査装置を使って側線ごとの探査を実施すると、このような反射断面図が得られます。まずはエリア2の東側にある側線ライン19と調査領域の中央寄りにあるライン24の図を示します。ライン19からこの地域の地層は表層にある表土層、その下の中間層と、さらにその下の最下層の3つに区分できることが分かりました。なお、表土層の厚さは 0.6 メーター程度です。また最下層の境界は不明瞭ですが、2メートルよりやや深いところにあります。さらに中間層中には埋設物と思われる顕著な反射応答が複数見られます。ライン24からエリア2の中央部では表土層の厚さが厚くなっていることが分かりました。また表土層が部分的に厚くなった溝と考えられるような構造があることも分かりました。この側線にも中間層に複数の反射応答が見られます。次に調査区域の中央にあるライン33と西側にあるライン52の反射断面図を示します。図をご覧ください。中央にあるライン33を見ると、表土層の厚さはさらに厚くなっていることが分かりました。
また最も厚い氷土層の厚さは 1.8 メーター程度であることも分かりました。さらに、側線の距離程10メートルの深部には、埋設物を想起させる顕著な反射応答が検出されました。引き続いて東側のライン52でも同様に、厚い氷土層が検出されています。最後に、エリア2の全側線を使った深度スライス図を示します。地中レーダーで測定するのは電磁波が反射して戻ってくるまでの往復時間です。この時電磁波の速度が分かっていれば往復時間を深さに換算することができます。このように換算した深さを使って等深度ごとの反射応答の強さの分布を作成することができます。これが深度スライス図です。最初の図は深度 0.9 から1メートルの深度スライス図です。この図を見ると周囲を取り囲むように異常域がこの地上に分布していることがわかります。また次の深度 1.2 から 1.3 メートルの深度スライス図ではその区形領域と反射応答の強い部分がほぼ一致していることがわかりました。またその南東端には独立した異常域が存在することも分かりました。さらに、この深部の 1.5 から 1.6 メーターの深度スライスにも多数の局所的な異常が認められました。エリア2には、その隣接した区域に、エリア、6という区域があります。このエリア2に隣接したエリア6の結果を合成した例を次にお見せします。左の図はエリア2を上に、右の図はエリア6を上に、重ね合わせた図ですが、どちらも、異常域の、濃い色の濃い部分が、連続して、連結できていることがわかります。でこのように2つの地域を連結することで、この地域には区形状の四角形の形をした水のような構造と外部と分ける中央部の領域があることが分かりました。この領域の大きさは最も広いところで20メーター以上はありますから、かなり大きな区域であることが分かります。最後に、全体の深度スライス、これは 0.9 メートルから1メーターの深度のものですが、その図をお見せします。この図では、新町遺跡展示館周辺のすべての、調査区域と、過去に行われた平成23年度の調査区域の分も含めています。この図から、小さな局所的な、異常域や、大規模な、まとまった異常域なども認められます。今後の、発掘が非常に楽しみな地域であります。これで新町史跡墓群の地中レーダー探査の結果についての報告を終わります。